今回もご視聴いただきありがとうございます。今回も前回からの続きで、横井正一さんのサバイバル極意書、カラサルが好きな下りをお届けします。なお背景の映像は横井正一さんのストーリーとは無関係です。あらかじめご了承ください。横井正一さんは、戦時中、グアム島でアメリカ兵から逃げ隠れ、戦争が終わったことを知らずに1944年から28年間、 サバイバル生活をされました。戦争当時の横井さんの行動については賛否両論があり、人によって評価が分かれるようですが、今回もその点はさておき、素晴らしいサバイバルノウハウとしてご紹介します。残念ながらこの本は現在は絶版で、再販の予定もないそうなので、横井さんが、どうやってグアム島の山奥に隠れて、日々の食料を得ながら、生き延びることができたかについて、 印象深いエピソードを抜粋してご紹介しています。私が横井正一です。グアムから帰ってきて、日本の空港に着いた時、恥ずかしながら帰ってきました。と挨拶したことで、一気に有名になりました。日本に戻ってきた後で、ビーパルという雑誌の編集者の方から依頼を受けて、グアム島での生活について、 色々お話しした内容を一冊の本にまとめていただきました。その中で、今回も、食べ物、について、前回の続きをご紹介します。横意識、ビーフジャーキーの作り方についてご紹介します。食べる話が続くけど、やっぱり食べるというのは、どこか根深いものがあって決して忘れられないんだ。 明日も食料が確保できるという保証のない穴倉暮らしではなおさらだ。その日その日で行き当たりばったりに食料を見つけて腹いっぱい食べて、ない時は空腹を抱えて寝ている。そういう気ままな生活は、やはり怖くてできるものではない。ジャングルは食料の宝庫であることは確かだが、大きな台風が来たりすれば、ヤシやパンの実も打撃を受けて、途端に食料に困ることだってあり得る。 実際に大きな台風で大打撃を受けたことがあった。あたしは、ともかく食料を保存することを考えた。それがソテ鉄や、パンの粉だった。収穫の時には、一年分の保存食を作るために、眠る時間を削ってまで働いた。こうして得たソテ鉄やパンの粉は、あたしの財産でもあったし、いつ何が起こるかわからない逃げ隠れする生活の中で、 主食になる粉が保存されているのは何より心強かった。この他には、干し肉があった。もっとも、いつもあるというのではなく、干し肉にできる動物が取れた場合だけに限ってのことだったが、それでも、一人では食い切れないほどの肉にありついたことも、たびたびあった。鹿、豚、牛、前にもお話ししたように、落とし穴で、 こうした動物は捕まった。捕まった動物は、まあかわいそうな話だが、殺して、皮を剥ぎ、虫肉にした。グアム島は湿気が多く、気温も高い。だから、肉はすぐに腐り始めるんだ。そこで牛でも一頭捕まえた時には、大仕事になった。一度、子牛を一頭、生け取りにしたことがあった。多分、 冷国本土から送られてきたばかりの牛じゃないかと思うんだが、船酔いしてて満足に歩けないような状態だったんだ。わけもなく捕まえることができた。ところが昼まで太陽が高く、とてもばらすわけにいかない。焼いて匂いでもしたら敵兵に見つかって危険だし、血の跡が発見されたらなおさらだ。だから、子牛の足にタコの葉っぱの繊維で編んだロープを結んで、 木にくくりつけておいた。そして日が暮れてから、川辺まで連れて行って解体した。すまん、成仏してくれってさ。そうすると、血が川に流れて、跡が残らない。道具は、現地人の使う番頭。これは、歩いていてビロったものだ。適当にばらした子牛の肉を、穴倉に運んで、ちょうどステーキぐらいの大きさに切るんだ。この作業がくたびれるんだ。 ともかく一時間で、最初の銀鐘がやってくるんだ。それまでは来ない。だから、十二時間以内に蒸してしまわないと、腐り始め、銀鐘の大群がやってきて、卵を産み付ける。もう、真っ白になるくらいに卵を産み付けて、それが明る朝になると、うじになる。銀鐘との競争なんだ。鍋に水を少し入れて沸騰させる。 その中に切り刻んだ肉を片っ端から放り込んでいく。そうすると水蒸気で肉が蒸される。蒸した肉を今度はパムのこの葉を敷いた上に並べていく。そうやって一旦肉を冷ます。肉の中にある水分を抜くんだよ。抜けばそれだけ腐敗が遅くなるからね。冷ました肉を今度はソテツの実を乾燥するのに使ったすだれの上に乗せ、 火にかけて乾燥させる。丸一日、そうやって乾燥させてから、今度は竹で編んだ保存乾燥機に入れて、さらに乾燥させれば、保存用の干し肉が出来上がる。最初の頃は、拾ってきたと単板の上でじゃんじゃん焼いたりしたけど、やっぱりあれは匂いが出るで。匂いを出さない方法を色々考えたけど、どうしてもダメだ。それで、蒸すのに変えた。 私の料理法は、ほとんどが、煮るか、揚げるか、薄す。うなぎなんか焼いたらうまいのがわかっているんだが、やっぱり危険でやれなかった。肉を食べた日は、体がじっとしていられない。普段の食生活が、ソテツの粉の団子とかだから、カロリーなんてほとんどないみたいなもんだ。だから、たまに肉なんかを食べると、いいがびっくりする。 それで急に肉を食べすぎて、いようになったこともある。ともかく、肉を食べると、体がポッポッとしてきて、じっとしていられなくなる。疲れなくなるし、みるみる体力が違ってくる。しかし、肉ぐらい調味料がないとまずいものはない。干し肉なんてポリポリ食べるけど、まずいなんてもんじゃないわ。牛でも豚でも、舌と、脳味噌はうまい。 それから金玉、あれはっこくてうまいで。でもチンチンは、硬くて食べられんわ。あたしは酒はあんまり好きじゃなかった。この頃はワインでも何でも飲むよ。グアムにいた時は、ヤシ酒と、それからパン酒も飲んだ。熟したパンの実を潰してとろひでにのを放っておくと、三日ぐらいで酒になる。リンゴ酒みたいな味なんだ。でも酔うのは危険で。 数回飲んだだけだ。水事道具は、半号と夜間、それから水筒が重で、水筒だけは五つぐらい持っていた。日本軍のものと米軍のと、ジャングルをうろついている時に拾ったものだ。米軍のは、頑丈だったよう。揚げ物のように、水筒を半分に切って鍋を作った。深さもあって便利だった。半分に切ったもを一方は、 鍋の蓋にしたんだ。しかし、そんな風に肉をガツガツ食べたのは、実際に数えるほどしかなかった。一頭の牛にしろ豚にしろ、殺して解体するのはお話ししたように大仕事だ。仲間が多くないと捕まえるのも大変だし、解体して焼く作業になると、一人ではとても追いつかない。また、その後始末にしても、簡単な作業じゃなかった。 神経も使うし、体力は相当消耗する。牛なんか一頭殺したら、それを解体しても、担がなければならない肉の塊は、かなりの重量になるわけで、こっちは普段でも栄養失調でふらふらしているくらいなんだから、辛いのなんのって。後で肉を食べるから元気になるけれど、年を取るに従って、よっぽどのことがない限り、 大きな動物は捕まえる気にはならなかった。横井さん、ありがとうございました。今回も、もし感想やご質問などございましたら、ぜひコメントで教えてください。幸い、これまでの横井翔一シリーズ動画では、続けてほしい、とおっしゃってくださる視聴者さんがいるおかげで、猿は編集作業を続けることができています。心から感謝します。 また猿が編集した横井さんのストーリーに誤りがあったり、お気づきの点がございましたら、コメントで他の視聴者さんに共有いただけると幸いです。これからも引き続き、横井正一さんのストーリーから、猿が印象深かった下りをピックアップしていきますので、ご興味あれば、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。また、 この動画に興味を感じてみていただけるような方は大変レアなので、再生回数は非常に少ないと思いますが、横井正一さんの式自体が、サバイバルノウハウとして価値がある内容なので、猿に可能な範囲で続けていきたいと思います。なお、繰り返しになりますが、名古屋にある横井正一記念館は現在休館中のようですので、概要欄にリンクを掲載しますが、 ホームページに記載された電話番号にかけると、現在使われておりません、とアナウンスが流れますのでご注意ください。それでは、次回もお楽しみに。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。